さんこんにちは、伊藤あずさです。皆さんはスバル車ってどんなイメージをお持ちですか？おそらく安全性の高い車と感じられている方がたくさんいらっしゃると思います。ただその安全性って一体どんなものなのか、実際に体感したことがない方もいらっしゃると思いますので、子育て真っ最中の松田さんご家族に来ていただいて、スバル車の安全性をたっぷり体感していただこうと思います。松田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松田さんは実際にスバル車ってどういったイメージをお持ちでしたか？そうですね、私は実は以前、レガシーに乗ってたことがあるんですけども、やはり走行性能の高さとか安全っていうイメージはすごくありますね。奥様はいかがですか？は乗ったことがないんですけれども、子供がいるので安全性ってどうなのかなと思って今日は体験したいと思います。はい、なのでお二人には最新のスバルの安全性を体感していただこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのレガシーアウトバック運転してみましょう。行きましょう。はい、ということでこれからアウトバック、はい、奥さんに運転してもらいたいと思うので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、だいぶ緊張しています。そうですよね。いきなり知らない車に乗るっていうのもちょっと不安があると思うんですけど。そうですね、でも外で見たらものすごく大きく感じたんですね。でも今運転しててそこまでこの車大きいっていう感じはしないんですよね。やっぱりスバルの車ってすごいその視界の良さに注意してかなり注力して作られてるので、多分初めて運転した方でもこういろんなところの見渡しても、はい、例えばこの小さい三角モーターとかついてたりとか、もう360度見やすい車になってるので、そこは安心して運転できてるんじゃないかなと思います。すごいですよね、ここってだいたい黒くなってるのにここ透明にできたんだっていう感動が。そうですよね。他の車だとやっぱそこが死角になってしまって、ちょっと交差点曲がる時とかここ見づらいなとか、横断歩道ちょっと見えないなっていうシーンもあると思うんですけど、やっぱりスバルの車って本当に死角が少ないので、そういったところにもかなり安心して運転できると思います。で、軽いんですよ、ブレーキもアクセルも、こうグッて踏み込まなくても止まれるし、加速できるし、でハンドルもこうすぐついてきてくれますし、練しやすい車。そうですよね、やっぱり女性でも初めて乗っても操作感がそんな重たくないので、誰でもこう自然に運転できるかなと思います。すごいです、こんな大きい車なのに楽々と運転できるなんて。結構こういうメーター類の作りとかも、こう運転するときに干渉しないように、ドライバーさんを邪魔しないようなこう設計になってたりデザインになってたりするので、この辺りを、ね、はい、運転しててこの辺入ってこないです、もうメーターがあって前が見えないとか、そういったこともなく、そういったところもやっぱり元々の設計からしっかり安全を考えられて作られてるっていうところがすごいですね、運転しやすいんじゃないかと思います。旦那さんに乗り換えてもらいましたが、はい、乗ってます、はい、まずいかがですか、初めてこうアウトバックに座ってみて。いや、一番最初に思ったのは、まあ、パッと座った時のなんかこの座り心地の良さはすごい感じましたね。あ、結構フィット感ありますよね。そうです、なんかシートすごいいいなって、体がずれない感じはすごい思いました。まずシートがいいと。いや、いいですね、なんかロングドライブとかでも疲れなそうな感じはします。
あとドライビングポジションもすごい取りやすそうですよね。あ、そうですね。あの、うん、すごいシートの調整幅もとかステアリングの調整幅すごい多いんで、あの自分にぴったりのポジションを出せると思います。うん。うん、思ったのがこう走り出して。結構このレガシーアウトバックって大きいじゃないですか。そうですよね。なんか運転してるとあまり大きさ感じないんですよね。あ、うん、それさっき奥様もすごい感心してらっしゃったポイントですね。そうなんですか、はい、同じ意見だ。さすがご夫婦で。そう、全然大きさ感じなくて、本当に外から見るとあれ結構大きいなっていう印象あったんですけど、すごい運転しやすいですね本当にね。うん、視界が広いっていうところもあって、うん、なんか車がすごいコンパクトに感じてスイスイ走ってきるなっていう感じしますよね。確かに視界がいいっていうのはありますね、うん、あの後方確認するときとかもすごい、うん、視覚がすごい少ないですね後ろも、うんうん、運転しやすいです。やっぱり車、このスバルの車作りって人を中心に考えられてるので、ドライバーさんが一番こう見やすいようにこうちゃんとグラスエリアもしっかり広いっていうところもすごいポイントなのかなと思います。そうですね。特にご家族がいる人たちにとってもすごい安心して使える車なのかなと思います。そうですね。大事な人を乗せる車としては本当に最高かなと思います。うていくために、まず右上のボタンを押してもらっていいですか。はい、はい、でその次は下のレバーを下げてもらって、はい、これでもうすでに運転支援系統が入った状態になります、はい、でもうこの状態で前の車を追従してくれるモードに今なっているので、はい、まあ、ハンドルのアシストも入っててアクセルとブレーキのコントロールも自動でやってくれるようになってますね。今画面に多分前の車も出てると思いますけど。出てます。結構表示分かりやすいですよね。そうですね、画面が大きいですね、うんうん、少しレバーを上に上げてます。60まで、はい、になりました。に合わせてもらって、はい、でこれまでは、ここまでは多分、はい、ご自身が体験したことがあるアダプティブクルーズコントロールだと思うんですけれども、はい、ここからアイサイト X の新しい機能を使っていこうと思います。はい、はい、で今度は右下のボタンを押してもらっていいですか。これですね。はい、はい、押しました。はい、これになるとアイサイト X が起動できるようになっていて、はい、何ができるかというと、ウインカーを出した時に自動的にレーンチェンジしてくれたりとか、はい、まあ、そういった新しい先進機能を使うことができるんですけれども、さらに、まあ、よく最近聞くと思うんですけど、ハンズオフ機能がついていて、はい、自分でハンドルを動かさなくてもハンズオフの状態で渋滞の時であれば、まあ、サポートしてくれる状態になる。じゃあちょっとハンズオフの機能もついているので、はい、手を離してみてもらってもいいですか。はい、はい、できました。結構ちゃんと運転してくれてますね。すごいです。おー、ついてきますね。ちゃんと前の車をこう青く認識して走ってくれてます。うんうん、このアダプティブクルーズコントローラーに加えてやっぱりハンズオフがついてると、こうやって車がサポートをより高めて運転も一緒にやってくれるので、はい、すごい自分にも
こうゆとりが持てるような気がするので、すごいいい機能だと思います。はい、すごいです。あとこのアイサイトエクサにはもう一つの機能があって、はい、まあ、普通のアダプティブクルーズコントロールだと、はい、この設定された速度をマックスまでこう加速していって、はい、そのままこうコーナリングとかも曲がっていってしまうところがあるんですけれども、このアイサイト X はちゃんと車の位置を GPS で確認していたり、地図のデータ高精度のものが入っているので、どういうカーブになっているか、上り坂なのか下り坂なのかとか、そういうこともしっかり判断して操作してくれるので、ちゃんとカーブの前に勝手に減速したりしてくれるんですよ。実はすごいですね、はい、相当頭がいいですね。減速してます。ちゃんと今カーブに合わせて減速してくれてました。そう、その待ち込むのではなく、あとこちらにもちゃんとアイサイト X がついてるので、はい、今回高速で例えば渋滞した時とかにすごく便利なので、うん、ちょっと使ってみてもらいたいんですけど、いいですか？分かりました、はい、まあ、まずはですね、ステアリングの右上のボタンを先に押していただいて、右上のボタンはこのなんかメーターみたいなマークですかね。そうですね、ちょっとメーターと車がついているマークですね、はいはい、まずこれを押していただいて、はい、あとそのちょっと左下にあるレバーのようなものを下に下げていただくと、セット、はい、セットに、はい、あ、なんか車線が画面に出ました。はい、もうこの状態でアダプティブクルーズコントロールをしっかり効くようになりました。そうなんですね、はい、結構簡単ですよね。そう、簡単ですね。ボタン2つでできるのですごく簡単だと思います。はい、そうなんです。もうこれで前の車に追従してくれますし、ちゃんと車間を開けながら、かつこの周りの白線も見てくれてるので、そうですね、はい、はみ出しそうにならずにちゃんと真ん中をキープしてくれるように走ります。なんかサポートしてくれますよね、ステアリングの操作を、うん、そうですよね。高速道路長距離運転してるとどうしても疲れてきちゃうっていうところがあると思うので、うん、まあ、こういったサポートの機能をちょっとずつ使ってもらえれば、かなりこうドライバーさんの負担が軽減できるので、ゆとりを持って運転できると思います。確かに今前の車がブレーキしたとかしたらね、あのコーナリング中でしたけど、はい、ちゃんとこっちも減速してくれたんで、そうですね、すごいいいですね。はい、今ちゃんとブレーキランプもメーター内の車についてましたよね。わかりやすいですね、ちゃんと今ブレーキしたっていうのも確かにわかりやすかったです、すごい。今度はこのさらに右下のちょっと車の周りにこう輪っかが出てるようなボタン、はい、はい、押していただくとですね、より高度な運転支援機能を体感することができます。なるほど、じゃあちょっと押してみますね。はい、はい、もうこれでもうオンになってるんですけれども。あ、そうなんですね。今青くなりました。青くなりましたね。はい、今50キロ以下に下がっていたので、うん、ハンズオフ機能がオンになりましたよっていうことで、今青くなりましたね。なるほど、なるほど。はい、まあ、こういう渋滞時にはこういうハンズオフ機能が使えるようになるので。あ、今なんか青くなりました。はい、ちょっとゆっくり話してみてもらってもいいですか。はい、来てくれてますね。本当だ、すごい。あ、すごいですね。そうですよね。しかもちゃんと車線の真ん中、ん、本当になんかまるで誰かドライバーさんが別の人が運転してくれてるかぐらい丁寧に運転してくれるんですよね。まあ、あくまで渋滞の時に使っていただける機能にはなるんですが、まあ、これだけでもかなり実はドライバーさんの体、ハンドル動かすことって結構疲れたりするので、確かに身体的な疲労もだいぶ少ないんじゃないかと思います。特にね、本当にレジャーの帰りとかでやっぱ渋滞しちゃうシーン、結局やっぱ関越道の帰りとか、うんうん、あとまあ中央道の帰りとかありますね、ね、混みますね。土日の夜とかだとめっちゃ混むじゃないですか、はい、そういうところだから本当車任せでゆっくり安心して帰れるってことですよね。いや、そうなんです。渋滞の時ってどうしてもこう集中力が途切れがちになるというか、そういうこともあると思うので、車にちょっとそういうところもサポートしてもらえると、よりドライバーさんたち、なるほど、はい、スバル進化してますね。いや、本当そう思います。お二人にはこちらのレヴォーグとレガシーアウトバック2台乗っていただきましたけれども、いかがでしたか？いや、
本当にびっくりする機能がいっぱいあって、本当に最近のスバル車、レヴォーグとアウトバックすごいなって思いました。安全性もたっぷり体感していただけましたか？そうですね、アイサイト X 両方ついてるってことで、本当に自動のレーンチェンジとかハンズオフとかいろいろありましたけども、いやでもこういうような技術をなんか作るための安全な車作りって、スバルってどういうところにこだわりを持って作ってるんでしょうかね？もともとスバルって実は航空機メーカーで、10年以上前からその人を中心とした車作りを行ってきているんですね。そういったところには安全をずっと守ってきた秘訣があるんですけれども、その信念をずっと磨き続けて今のような車に、アイサイトであったりそもそもの視界の良さであったり安全をより高めたモデルが今このようにできるというような形ですね。結構 CM とか見たことがあって、そんなに最近じゃ結構前からあったような印象があるんですけど、実際アイサイトを車につけてからどういったなんか効果とか実際あったんでしょうかね？実はですね、アイサイトを搭載した車は追突事故の発生率がなんと 84% も減少したという、データがあります。それであと最近のアイサイトバージョン3を搭載したモデルだと、その追突事故の発生率がなんと 0.06% まで 0.06、下がっているということで、アイサイトを搭載した車はそういう追突事故のリスクはかなり下がっているんじゃないかと。ほとんどぶつからないんだね、本当にね。実はこの車2台とも JN キャップの5スター大賞を受賞しているんですけれども、それはご存知でしたか？いいえ、知らないです。そうですよね、実はスバル360っていうスバルの中で市販車で初めてのモデル、その時から衝突安全の実験をずっと行ってきているんですね。この頃ってなかなか衝突安全で他のメーカーでもテストとかもできなかったような時にも、ずっと脈々とそのテストも行ってきて、今に至っているので、そういった安全性が高いっていうところを今でもすごく評価されているんだと思います。あとはアイサイトもご体感いただいたと思うんですけれども、乗っている時にすごく人間っぽいというか丁寧に運転してくれてるっていうふうに体感されてたと思うんですが、すごいなんかそう自然でしたね、車感とかも。そうですよね、ああいったところも本当にリアルワールドで試験走行を何度も繰り返して作ってきた技術なので、進化を持って使える技術だと思います。なるほど、スバルが本当に安全第一で車作りをしているというのが本当によく分かりました。これからの未来、スバルはどういったなんか目標とかを掲げてこう車作りとかをしていく予定なのかって分かりますか？実はスバルは2030年には死亡交通事故をゼロにしようという目標を掲げています。2人が今回ご体感いただいたと思うんですけれども、やっぱり視界の良さだったりアイサイトだったり、こういう安全技術をより磨いていって、2030年には本当にその死亡交通事故を減らしたいという思いで車作りされているそうなので、そういう未来が来たらいいなと私も思います。車での事故ってやっぱりね、重大な、怪我とかにつながることだと思うんで、それがゼロになったらすごいいいことだよね。すごいです。そうですね、万が一事故があった時にも、つながる安全として24時間サポート体制を築いていて、コールセンターに連絡したりできるので、この辺にあったやつ。そうです、そういったものも今後進化していくと思いますので、その辺も楽しみにしてください。より安心ですね。はい、そうだと思います。私たち子育て世代にとって安全って一番大事なことだと思います。で、今日スバルの車乗ってみて、とても安全な車ということも分かりましたし、運転していてとても楽しめる車でした。で、この車をもっともっといろんな人に知ってもらいたいと思いました。いや本当そうですよね、そうやって体感いただけてよかったです。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。